Good morning. おはようございます新しい朝がスタートしていますきっと今日あなたも計画を持ってこの社会に一歩踏み出して出ていくそういう方もいれば家庭で主婦としていろんな買い物を 今日もプランしているそういう主婦の方もいらっしゃると思いますし子供は子供で学校に向かいビジネスマンはビジネスマンで職場でのチャレンジに向かって進んでいると思いますまたおじいちゃんやおばあちゃんは今日はあそこに散歩に行こう そのように考えている人もいるかもしれません。あなたに送るバイブルからの言葉、ヨハネの福音書の16章33節です。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。 問題のない人生はありません。人生はいろんな難儀なことが起こるもんです。予期しないことが急にやってきたり、思いもよらない不運が自分に訪れたり、考えてもいなかったことが急に起きたり、その時に私たちの心は当然騒ぎます。 ジーゼスは私たちに世にあっては困難がありますよ。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。十字架の上で私たちの罪のために死なれ、葬られ、蘇ってくださった主私は私を強くしてくださる、このイエス・キリストによってどんなこともできるのですと、あの宣教のスピリットに燃えた パウロは語ってます。あなたを強くしてくださる方がいます。試練のない人生はありません。しかし、どんな試練の中にあっても、私はあなたに平安を残します。私があなたに与える平安は世のものとは違います。心を騒がせてはなりません。恐れてはなりません。ともジーズは言っています。 今日、この魂のロッカージーゼスを心に据えながら、この方と共に、この方に信頼を置き、あの嵐まで沈めてしまう神の力が今日、あなたを後押ししてくださっていることを忘れずに、素敵な一日を過ごしてください。Have a good day!